どうも大輔です。今回は僕の悪い実体験なんですけど、パスポートをなくしてからパスポートを再発行するまでの過ごし方について紹介していきたいと思います。で、これについては、昔の動画で流してるんですけど、簡単に言うと、僕がアルゼンチンのブエノスアイレスのバスターミナルにいて、その時に、カバンをちょっと、置いて目を離していたら、そのカバンが取られてしまったっていう話なんですけど、で、それで、派出所、警察署の派出所に行って、で、そのポリスレポートみたいなのもらって、大使館に行きました。で、その時になくしたものっていうのが、小さいバッグなんですけど、その中にはたくさんの、大事なものが入っていて、例えば、パソコンとかカメラとか、パスポートとか、現金とかクレジットカードとか、いっぱいあるんですけど、そういったものを、なくして、ポリスレポートっていうものをもらって大使館に行って、で、新しくパスポートの再発行する申請書と、あとは紛失の届書というものを書きました。結論から言うと、この新しいパスポートが手に入ったのが、この古いパスポートとか、サブバッグとかをなくしてから6日後のことでした。なので、この間に、やってきたこととか、苦労したこととか、帰国を決めたこととか、それらのことについてちょっと話していきたいと思います。まず、盗難後の僕の所持金なんですけど、現金500円分と、あとはクレジットカード1つしか残っていませんでした。クレジットカードもいくつか取られたので、で、1個だけバックパックの方に予備を入れていたんで、それが、あったんですけど、クレジットカード払いはできるんですけど、クレジットカードでキャッシングができない。ATM でお金を引き出すことができないので、お金が作れないという状況で、この1週間弱をどうやって過ごすかっていうのを、考えながら生活していきました。この状況で一番苦労したことは、外で何か物を買うときですね。例えば、スーパーに行くにしても、ブエノスアイレスのスーパーマーケットはカード払いするときに、パスポートの提示が必要らしいんですよ。で、僕、それを知らなくて、いろいろ食材を集めて、いざレジに行ったときにパスポートの提示を求められて、で、持ってない、持ってないって言ったんですけど、いや、持ってないとダメみたいな。で、こういう理由で持ってないけど、ダメなのって言って、ダメって言われて、でも、なんとかなんとか、押し切って押し切って、結局それをカードで買うことができたんですけど、そういうのがあったんで、次からあんまりスーパーマーケットのも行きづらくて、結局、外食ばっかりで、やけ食いしまくったっていう、記憶があります。アルゼンチンはワインとか、肉がめちゃめちゃ美味しいんで、それで、それ食を楽しんだっていうのもあるんですけど、そういうスーパーに行けないっていう状況があって、外食中心、マックとか、スタバとかもいたんですけど、そういう風になってしまって、ちょっと買い物をするのが結構大変っていうのがありました。あとは小さいお店で、カードが使えないというパターンも、ありました。僕は現金500円しかなかったんで、あんまりそれを使いたくないっていうのがありました。なので、その鉛筆とか、なくしたカバンとか、充電コードとかを買いたかったんですけど、カード使えますかって聞いたら使えない、ごめんねっていうのを結構、いろんなお店で食らって、門前払いをされて、で、ようやく買うことができたっていうのがあるんですけど、本当に買い物を一つするにしても、本当にしんどいっていう思い出が、あります。宿泊先の、ゲストハウスはラッキーで、そこでは、カードは使いました。僕がなくしたその日に、そのゲストハウスに行って、こういう理由でちょっと現金がなくてカード使えますかっていうふうに言ったら、使えますっていうことだったんで、パスポートが再発行、できるある程度の期間をめがけて、そこまで宿泊、日数を確保しました。今言ったことが、旅のそのパスポート再発行までに苦労したことなんですけど、一方で、やったこと、やらなければいけなかったことを、結構これいっぱいあるんで言うと、まずカードのストップ、クレジットカードを取られて、そのカードを、悪用されちゃいけないんで、それを、ストップするように、日本に電話しました。で、次に、旅のプランの変更なんですけど、旅のプランが、がっつり変わる、もしくはもうできなくなるっていう可能性があったんで、もろもろの、キャンセルとかっていうものをしました。例えば、そのフライトも、その後の、ブラジルからヨーロッパの便とかも取っていたんですけど、そういったものをキャンセルしたりとかっていうことを、しました。で、あとはウエスタンユニオンっていう国際送金サービスがあるんですけど、僕実際に現金500円しかなくて、パスポートを再発行するお金さえも、ないので、それをお金を作るために、その日本にいる、家族なんですけど、家族にお金を送ってもらうっていうことをの手続きをしました。で、あとは、キャッシング機能がないカードを僕持っていたんですけど、そのカードのキャッシング機能をつけるために、ネットでキャッシング機能の追加っていう欄に、飛んで、その申請をしました。で、その後に、
フライトの予約ですね。もうこの時には、日本に帰るっていうもう気持ちが結構あったんで、そう、ブラジルじゃなかった、アルゼンチンの、ブエノスアイレスから日本に帰る便で、まあ、安い便が、いつの日があるのかっていうのを、まあ、予約検索したり、していました。まあ、こんな感じで結構ネガティブなことしかしていなくて、まあそういう感じで、日々過ごしたりとか、まだ日記を書いて、まあこういうことがあった最悪だ、クソだ、みたいなことを書いたりとかっていうことを、まあしながら、日々時間を潰していました。なので観光とかも一切してなくてっていうか、もうする気が全く起きなくて、まあホテルにいるか、マックにいるか、ほんとスタバにいるかみたいな感じで、日々過ごしていたっていう思い出があります。今言ったやったことにの中で、キャッシング、クレジットカードのキャッシング機能の追加はあったんですけど、それに関してはもしできなかったらもう日本に帰ろうと思ってました。お金が作れないなら、まあそこで旅するのも難しいし、現金払いっていう可能性も結構あるんで、どこでも。なのでそういうのがあったら、まあ旅はできないので、まあこれが結構その旅を続けるか帰国するかの鍵を握っていたんですけど、まあ僕はすぐに諦めました。なんでかっていうと、これが起こったのがゴールデンウィーク、2019年のゴールデンウィーク前で、2019年のゴールデンウィークってなんか日本はすごい長い休日が、あったらしいんですよ。多分10日とか、まあある人は2週間とかあったのかな。で、そういうのがあって、多分そこに当たって銀行もそのカード会社も休みっていうことが、分かったんですよ。なので、そのキャッシング機能の追加が多分1週間ぐらいかかるって言われて、でも1週間後ってもうそのゴールデンウィークの莫大な休みに差し掛かるので、まあカードのキャッシング機能を追加できないっていうのが分かったんで、もう即日帰国することを、この時に決めました。こうなったら僕が一番しなきゃいけないのは、ウェスタンユニオンという国際送金サービスを、使って、で、誰かからお金をもらうっていうことなんですけど、で、このウエスタンユニオン、日本にあるウエスタンユニオンも、ゴールデンウィークに差し掛かると閉まるっていうのが、聞いていたんで、早めにその家族に連絡して、この日のうちに、まあ、送ってくれ、送ってくれないと、本当に俺は死ぬかもしれないからっていうふうに言って、ダッシュで送ってもらいました。で、それが、パスポートとか物を盗まれた6日目だったんですけど、朝起きたらメールが来て、送金完了しましたというメールが来たんで、早速僕はブエノスアイレスにある複数のウェスタンユニオンを、歩いて回りました。この時僕は、まあ、どこのウェスタンユニオンに行こうかなというふうに考えて、まあ、ネット検索していたんですけど、どこもなんか、口コミのスコアが悪くて、1.1とか1.9とか、しかなくて、まあ、そうも言ってられないんで、そこにまず行ったんですけど、まあ、そういったものを取り扱ってないとか、ただ単にダメって言われたり、していけなくて、で、次に行ったところが、まあ、3.2の高評価なところだったんですけど、まあ、高評価というか、まあ、普通だと思うんですけど、で、そこに行って、そのお金を受け取りたいって言ったんですけど、その時に、パスポートを、見せてくれっていうふうに言われて、いや、パスポートこういう理由でまたないっていうふうに、伝えたんですけど、ないもんはダメっていうふうに、またケチじゃないけど、まあ、言われて、で、そういうふうに言われたんで、やむを得ず、大使館に僕は戻って、そういうふうなことがありましたというふうに、言いました。大使館に行って、新しいパスポートを、もらうにも、そのお金がまず払えないんで、その大使館の職員にそのパスポート代を、立て替えてもらって、で、新しいパスポートを手にして、またその国際送金サービスに戻って、パスポートあるから、お金をくれっていうふうに言って、その時にやっと、お金をもらいました。この後すぐに大使館に戻って、で、そのパスポートのお金を立て替えてもらったお金を払って、先ほどはどうもありがとうございましたっていうふうに言って、事なきを得て、話がようやく終わって、お金も手に入って、パスポートも手に入ってっていう、ことになりました。はい、というわけで今回はパスポート再発行までにやったこととか苦労したことについて、紹介してきました。まあ、海外で何かあるというのは本当怖いんですけど、まあ、こういったことがあった場合に、人って結構冷たく見えるんだなって思ったりとか、あとは結構一つ一つ買うもの自体も苦労するんだなっていうことを、味わいました。で、いろいろ手続き関係もしたんですけど、その手続きも、まあ、うまくいかないことがあったりしたんですけど、まあ、結果的に、パスポートとお金も手に入って、その後少し旅をして帰ることはできたんですけど、まあ、そういったことが、あったんで、結構、まあ大変っていうか今後そういうことがないようにしたいなというふうに思いました。まあこのパスポートを使うまでの1週間はこんな感じです。はい。というわけで今回は以上です。またいろんな動画を上げていきたいと思いますんで、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。